NMB48 8期研究生ピカルンこと山本ひかるです。ちょうど TikTok を見てて応募の動画が流れてきて、もともとちっちゃい頃から AKB さんや SKE さん NMB をよく見てて、ちょっとまあ受けてみようと思って受けました。最初は本当にこんな自分の人生がこんな、なんか NMB になれて変わる、いいように変わって、なんか頑張ろうってなりました。この半年間だけでも、なんか今まで過ごしてきた年よりもすごい濃い半年間で、いい時もあるけど、まあ、ちょっと辛い日もあったりとか、でもまたいい時が来るから、なんかそのいい時に向かってその辛い練習でも頑張ろうってなります。やっぱりオーディションをやっぱり迷ってる人は、やっぱり受けへんよりも絶対受けた方が、その受からんくても経験として自分の中にプラスになることがあると思うから、絶対受けようって迷ってる人は絶対受けてほしいです。するとまた一緒に活動してください。8期生も入って半年ですが、やっぱりいろんな、こうやって半年でいろいろ経験できて徐々に成長はしていってるので、安心して9期生の方は入ってきてください。一緒に頑張りましょう。バイバイ。